いやちょっとこれで頑張ってもらおう。あんま買わなかったな、意味なかったな。いや、まあ、あと、もうちょっとなんで、あと1日なんで、病人やばいんだけど。で、早く作って、あ、入れてねえんだ。あー、そういうやつもあった？石炭。石炭やめて、エンジニア飯。よろしく。製材所、はい、木ガンガンね。研究先。病人もやばい。うわ、ずっとじりじりしてる。あと1日でまた次来る。しかも子供がめっちゃ来るから。いやー、ハンター王者もう一個だわ。の前に研究ね。ティア解放ね。木が40本。45だっけ ?50 だっけ ?50 だ。なんか、5本ずつ増やしてったわ、今。帰ってきてもらったからよかったかもな。あ、でももう着くよ。着いた。首吊り男の丘。あ、乗客。凍った遺体を切り離し、丁寧に地面へと下ろしました。木の根元には道具箱があります。エンジニアの呪い。発見した棚には、エンジニアの道具と呪いのメモがあった。お前が約束とともに私をここへ誘い出し、本当のことを何も教えず、妻には私が死んだと伝えた。なんてこった。お前は軽蔑にも値しない。私からの別れのギフトを喜んでくれるようことを願う。呪いだ。で、空のシェルターと放置製材所。いや、もらうよ。もちろんもらうよ。はい。で、製材所。シェルター寄って帰ろう。製材所はあれじゃないの、遠征隊出せるんじゃない、おそらく。そこ寄って帰ろう。資源がきつい。50本。50本来た。で、ティア1ね。ティア1解放。飯がずっとカツカツ。鉄がついに減り始めた。病人がな、きついよな。あと1日とか。こっちはいなくならない。あと3時間。いいよ。とりあえず、なんとかしてる。製材所が、10人。1時間に 4.8。少ねえな。あれ？なんか全然違う効率が。ああ、病欠か。病欠ってやっぱ、こっちに、その診療所にエンジニア取られるのもあるけど、資源回収が遅れるっていう、なんかダブルパンチだよね、デメリットが。閉鎖中。まあ、なんとか飯、増えてきた。いや、でもこの、あれを解消できるんだろうか。立てるわよ。ハンター小屋。仕方あるめえ。木がようやくマシになってきた。病人一人。石炭減ってきたなぁ。まあでも全然今のところ温度ががっつり下がることはないので。あ、ここ2レベル下がるってやべえな。マイナス30に上がり、
50に下がるな。この間になんかヒーティングレベル上げたりとかいろいろ考えないとまずい。宿泊具合にするとか必要ですね。研究急がないと。で、夜が来る。残り7日で3時間で空のシェルターに着く。木と鉄、あんま多くねえな。まだ回せないよな、他のところに。食料がまたゼロ。ハンターの緊急シフトってあんの？ないわ。温室か、だから温室作って緊急シフトなのかな。がっつり食料増やすとなったら。基地か、ハンター基地か、そっちだな。蒸気客はある。あ、ハンター基地別に使わないのか。蒸気客とか彼らはハンターたちか。仮に向かってます。で、シェルターに着くぞ。真夜中、病人とりあえず減ってる。飢餓が1人。さあ、フロストランドの中で目立つ場所、ランドマークかな。ウェイポイントだって。新しいランドマーク、炭鉱岩盤滑り。はい、じゃあ一回帰ろうね。近くにあるんだけど近えなあ。行くわ。じゃあ岩盤滑り、炭鉱寄って帰ろう。こうやってどんどん回れ道をして資源がこう町に届くのが遅れるっていう。できた。何減らせる？労働者。労働者。木一回減らせる。きついな。製材所。木61。ん？法律か。法律の音か。いや、ほんと今やっちゃうとね、なんか、建物建てろって言われるからな。パブもちょっと建てんのきつい。介護施設、建たない。児童、保護施設。子供が怪我したら、やろう。やることなくなった。やれることなくなった。スープ。これスープ行くべきだったのか？もしや。スープ取りつつ、このパブの方のあのお酒を中に入れるやつ？パブだっけあれ。なんかあったよね。飯の中にお酒を混ぜてっていうやつ。あ、違う違う、お酒混ぜるじゃなくて、その晩酌できますよっていう、そんな法律もあったよな。ちょっとスープにすっか、これ。スープにします。食料があまりにもきつい。こっちにします。ついに貧困まで落ちた。いやー、すまねえな。きついよね。俺もきついんだ。みんな耐えてくれ。スープ嫌い。そうなんだ。飢餓が一人。食料頼むぜ。で、とりあえず暖かくなる。朝が来れば。また病人。飢餓が一人。スープだったのかもな、本当に、しょっぱなから。また病人がガンガン増えるぜ。ガンガン増えるぜ。あと14時間。で、次がまた来る。まずいな。なんだ、じゃあテントは必要になる。木材の状況見てだな。朝5時暖かくなる。一旦暖かくなる。石炭そろそろやばい。
炭鉱、炭鉱は乗客いらないんだよな。やってねえわ炭鉱。はい、スカウトついた。岩盤滑り、岩盤滑りが巨大な重い鉄製扉のついた薄いコンクリート壁を露出させました。これなんか滑ってスカウト隊全滅とかあんのかな。てかさ、全滅したらさ、手持ちのアイテムってなくなるのかね。埋蔵金。コンクリートの壁のドアを苦労して開けました。その中には正真正銘の産業の宝の山、地下コンプレックス、工場の地下コンプレックスを発見しました。鉄製の金庫室、すごい。で終わりか。金庫に行くんじゃなくて、まあ金庫から今略奪したのね。略奪っていうか、で炭鉱寄って帰ろう。で朝が来て暖かくなる。というか飢餓のあれイベント無理そうじゃない。というか病人もやべえぞ。また朝来るぞ。で石炭が結構減ってきちゃったんだが、これ省きっていいのかな。そこは切っていいでしょ。これはまずいか。これつけそうがいいか。なので炭鉱と温室だな。温室なんじゃないか俺。この飢餓が発生していますのイベントがね、どうもね攻略できそうにないんだけど、どうしましょう。空腹が多いな。腹ペコが多いな。てか病人多すぎ。どうですか、減らせそう。あと1時間、6時間、8時間。あ、寒いのか。これつけよう。調理場。つけるわ。はい、製図板。ティア1解放できました。となると、炭鉱と、ああ、これもある。早く治る。宿泊小屋。温室な気がする、まず。1日30、これ。で、次、炭鉱。炭鉱今、トントンぐらい。ってか、これがいつかなくなるんで、ここ。ここ今、2人か。今、石炭取ってんのがそこの2人だけなんだよね。で、パイル自体はまあ、あるっちゃあるのか。あ、でもその2個だよね、それ。で、これなくなったら終わりなんで、石炭、ここ?だそれまでに石炭の研究が終わんないとまずい。何もここ表示出ないから、1日2日持つと思うんだけど、消費量的には。お、食料かなり増えたね。いよいよ。スープにしたからな。で、あと6時間か。テント立てとくか。つか、夜にしよう、夜に。夜に立てると、まあ、その、病人増える可能性あるんだけど、まあ、でも、暖かいから大丈夫か。その方がなんかね、その、手を止めないから、いいんじゃないかっていう気はする。あー、満たされてよかった。そこそこに満足。がっつり満足ではないです。そこそこ満足。じゃあ、あれやっていいよ。追加の糧食。やっていいよ。2時間ぐらい早まるでしょ、これで。かなり増えたね。で、糧食なくなったんで、糧食つうかその生食材なくなったんで、こまめに切り替える。寒いか?暖房つければ大丈夫か。いつかなくなるからな、ここもな。ハブをどこに立てるかっていうのが結構難しい。で、あと4時間で来る。テントがあと必要なのが4つか。4つ入るかな、あの隙間に。ここに。4つ。まあ置けそうか。置けるね。
朝来るだろうから、あ、いや違う、夕方6時に作って、まあじゃあ着いたら彼らに作ってもらえばいいか。自分で家を建てたまえ、資源はあるっていう感じ。よろしく。ここも早く取ってって感じか。なくなった方がいいもんね、ここはね、結局ね。なくなっても困るんだけど、炭鉱か。炭鉱2箇所ね。ここと、石炭鉱所、ここと、ここね、2箇所。やることになります。あとは蒸気機関か。まだ2個取れてないんだよね、これ。ここ何？鉄くずか。あ、ここも、蒸気ハブ、あ、今、あれか。あったけえのか。ここもなくなってほしいね。暖房つけて、40人増えるから、まあ、子供20人なんだけど。子供20人。まあ、でも、必要なことだから。っていうか、これゲームシステム的に子供が大人になってワーカーになるってことありえんのかな？それ不明よね。4つ。さあ、法律いけるぞ。法律。次何かあんだっけ。スープの次ないな。だからパブやれってことか。パブ建てっか。闘技場建ててないんだけど、パブ建てるとその次にその食料にお酒が振る舞われるようになって、ちょっとこう不満が下がるみたいなのがあった気がするんで、パブは建てよう。あったけえとこにパブ建てよう。はいはいはい、なんか来た。何の音？はいはいはい、難民が到着。迷子の難民。難民の集団がホワイトパスで間違った方向へと曲がりました。はい。これも、あ、なんか、ゲージが半分になってる。あと何日？あと6日か。白き山道だって。やべ。ホワイトパス。スカウト増やさないとまずいね、だから。で、今、ワーカーが20人になったんで、まず飯。これやってもらおう。パブ。パブ。ハンター小屋の中は減らせるはず、今後。で、これは基本暖房レベル2なんで、そこにする？これは形変わんねえんだ。暖房のある場所。そこでいい？最終的に暖房あるとこじゃないとダメだよね。ここだな。で、石炭パイルがなくなる前に炭鉱ね。病人やべえ。炭鉱やったらまずその診療所のあれをやろうね。で、スカウトゾーンもやんないと。うおー、これ24時間じゃないの？今やってないよね。よし、緊急ついに出た奥義、緊急シフト。さすがにもう間に合わなさそうなんで、やるしかねえ。珍しくワークショップが1個しかない。余ってないもんね、人員がね。はい、スカウトが炭鉱へ到達。炭鉱、放棄された炭鉱。その周辺の雪は誰も足を踏み入れておらず、不気味な静けさが漂っている。使用できる以上の量の石炭、マシンに不具合のようなものはないようです。再興作業を簡単に再開することができるでしょう。またはマシンを分解すれば大量の原料を取り出すことができる。はいはいはい。
乗客1個多く手に入るだけで、遠征はできなくなる。遠征とかなんだっけ、前哨基地か、できなくなるから、まあ十分、こっちは十分。帰ろう。これでかなりまた楽になる。石炭はかなり持つ。今家建ててる。大丈夫。できた。温室。で、炭鉱ね。最短。あ、これはいるんだっけ？乗客いるのか。まあでもこれに使うべきだね、やっぱな。で、温室を建てたい。温室は、どこがいいんだ、これ。蒸気ハブのあるとこ。まあ、ここでいいのか、一旦。一旦ここ。暖房レベル。でっか。蒸気ハブに入ってるかどうかの。ダメだな。蒸気ハブ。ここがなくなったらだな。いや、飯足りてるわ。ごめん。足りてるから今いいや。ギリ足りてるんで、ここの石炭パイルなくなったらそこにドカンと置くわ。しゃあなし。まあそれまでにハンター小屋の中抜いて、意外ときつい。パブ。病人、石炭もかなり、ついに出た。残り時間が。あ、でもこれマイナス50度1日で終わるわ。余裕そう、そこは。あれ？道がない？道なかった。これでホームレスはいなくなる。空腹、いや、飯あんだけどね。あの時間は食いに行かないのかな？途中だわ。あ、行ってる行ってる。彼らかな、飯行ってんの。入ってる入ってる。いや、違うな。あ、入ってる入ってる入ってる。これで飯を多分食ってんだろうな。残り20時間。まあでもスカウト帰ってくるから、いろいろ大丈夫。空腹も減った。病人がやばい。ずっとやばい。やるべきはなんだ？パブー。人がいねー。やることが多すぎる。朝が来て、あれはどうなったの？食事効果。あんまり？あと1時間だ。まあまあ、ギリ。10人。10人。今あったかいんだけどな。朝が来て、研究が。炭鉱。炭鉱ここよね、だから。4人減った。診療所これ以上増やしたく、うわ、また増えた。子供を、その子供施設に入れとくと病気になりにくいとかあんのかな。はい、研究はできた。製材所、炭焼き窯、ヒーティング、ジェネレーター領域、出力、スカウト増員、資源、宿泊小屋、スカウト増員だな。で、次、診療所のあれやろう。診療所。資源ずっとカツカツやん。飯はある。やってくれ。一旦これで。で、行かないといけないんだよ。そのトレイルベンドとホワイトパス。場所どこ？トレイルベンドと、遠いな。あと6日ね。これなくしてほしいから、そっち優先して減らそう、この。なくしてほしいというか、その、まあ、なくなった後にね、
音質が置けるんで。てか別に音質いいのか、急ぎじゃねえんだ、いいのか。じゃあこれいいや。どっちかというと木がやっぱない。収集所。いやー、なかなかなくなら鉄が4です。はい、鉄くずが2箇所ね。あ、帰ってきた。いいよ、ありがてえ。あれが即即行って、即行って遠い方、こっちで、スカウト研究が終わったら近い方に第二チームが行くと。完璧だ。本当か。あと20時間。こっちは子供いないね、今回は。子供20人もいる。やっぱそう、あれだな、テント置くスペース欲しいから、これなくなった方がいいか。やっぱ鉄いっぱいあるし、あ、でも今石炭いっぱいあるんだ。いやー、ちょっと落ち着いた。炭鉱やれんだっけ。炭鉱行こう。絶対必要になるからね、これ。シャアなし。あとこっち、はい、なんだ。あ、初めての蒸気角ね。たった今最初の蒸気角を使用しました。いいよ。全焼基地なんだ。はいはいはい、まあこれは知ってる。燃焼基地も乗客使うんだっけ。パブにね、まだ人入ってないんですよね。次だっけ、パブの次だっけ。あ、これだ、密造酒。やるやる。やったやった。Listen, everyone. New law is signed. 1日1杯。スカウト増員。あと17時間。テントを建てる場所が今ないので、どこかの周りにまた蒸気ハブ建ててっていう感じ。まあ炭鉱の周りがいいかな。これ多分ずっと動き続けるから。あ、でも夜泊まるのか。24時間系の蒸気ハブ。はいはいはい。ん？3日間のあれか。延長シフトはやめたけど、緊急シフトは許された。許されたのか？わからん。もうでもやんない。また死者が出るから、これ。やると。で、エリアアップっておそらく、わかんねえのか？エリアアップすると、ないか。あれよりやっぱこれって、倍になる。これも倍になるから、結局蒸気ハブの方がいいんだよね。現状6だから12になるわけ。だったら蒸気ハブ2個置いた方が基本的にはいいはず。のでハブを置く場所を考えよう。マイナス50が来る前に。いやでもジェネレーターアップは取んなきゃまずいか。だから場所を考えておきたい。蒸気ハブのいい場所。いつかなくなるよな。まあでも外す予定のとこでいいのかな。お、鉄くず枯渇。ここか。ここでいいのかな。ハブ、はい、増員。即行ってもらおう。ナンバー2、そこトレイルベンド行ってらっしゃい。で研究が出力はまだいい。あと、まあまあ大丈夫だね。優先するテクノロジーあるかどうかわかんないけど。あ、だから病院か。救護所。これやろう。で、蒸気ハブを建てる場所。炭鉱周りがいいのかな？炭鉱周りだろうな。そこに。ここにあんだけどね、一個。だから、救護所をずらそう。ここにハブを置いて、炭鉱も入るように置いて、
こうかな。で、置きましょう。救護所を移植する。調理場とかもいいかもな。てかこれだとあれか、テント置けねえか。ここがなくなってほしいな、早くな。なくならねえか。まあ、一旦こっちに4台か、次。いや、2台でいいのか。テント2個、ここ。つうか、こっちに2個置けるか、あと。パブ。パブ、ちょっと入れる？飯大丈夫そうなんで、一回やめます、ここ、ハンター小屋。パブ入れる。パブ建設、はい。あ、人入れねえと建設なんねえのか、はい。まあ、ちょうどよかった。石炭マックス。3人余ってる。余ってるんだったらシリーズなんだけど、余ってるんだったらハンター。まあ飯は足りてそうですね。温室になるともっと増えるからな。温室だとあれか、あと延長シフトが使えるっていうのもメリットか。ハンター何もないもんね、これ。延長シフトもないし、24時間の緊急シフトも使えないから、温室だと多分どっちも使える。あとオートマトンだともうがっつり24時間っていうのはいいんだろうな。オートマトンに行くかどうかだな。ハブ立った。これ今いらないんじゃない？今オフ。もういいか。製材所やってんだっけこれ。やって、まあまあいいや、今いいや。テント2個ね。テント2個をこの周りに置けるかどうか。あ、置けないな。1台だけ置ける。1台。もう1台どっか。まあ、ここに置くしかないか。テント。あと8時間で着いたらだな。病人が、あの研究が終わってどうなるかだな。てか、飯食っていいよ、また。食いなよ。食いなよ。空腹状態が。まあ、飯あるから。で、やっぱり置こうか、温室。温室置こう。少ない人数で電源入れてんと分かんねえのか。少ない人数で食料がいっぱい取れるってのはでかいよね。分からん。電源が入りきるまで分からん。難しいな。入んねえな。やっぱここでいいな。ここが空いたらだな。切ります。残り0人。病人減ってくれればいいのだが、まあ、食料もまあ良さげ。パブも5人。パブあったかい？あったかいわ。救護所。そうだよな。救護所移しつつだよ。やろう。救護所。2つ。この出っ張りがちょっとなんか嫌だ。こんな感じ。あ、そういえばあれだな、監視塔を増やしていくとあれができるじゃん。あの労働放送をやれるようになるからさ、そっち進めるか。やっぱりそろそろ余裕出てきたんで、あのなんだっけ、詰状あってもいいか。マイナス2。また32戻り。
40、そうね。はい、何ですか。あ、到着したのか。この新規参入者たちは、行方不明になった一部のエンジニアに遭遇し、彼らを町へ連れてきた。よくやったね。彼らは不安な知らせを持ってきます。漁師から奪った船に乗ってロンドンを出発したため、領主クレイブンが我々を撃ち殺すよう命令を下したと聞きました。戦闘あるんですか？彼が我々を追ってここに来た場合に備えて一緒にいなければなりません。わー、なんか武器を作れとか出てくるのかな？工場を建てて、銃を作れみたいな。そんなストーリーになったりして。あ、で、家か。家建ててんだっけ？家も一個、家も一個。気づいたら来てるね。家。